のドラはね、実は僕が作ったんだ。上手にできて僕もびっくりしちゃった。ドラ？あー、なるほどね。いらねえ。皆さん、たぬきしたらも。ただいま2020年3月27日、金曜日の午後3時23分なんだもん。さて、本日のニュースは。なんと、今日からアユナ島に、モニカさんという方が新しく仲間入りしただもん。皆さん、いろいろと暮らしについてアドバイスしてあげてほしいだもん。さてさて、最後にもう一つだけ、大事なお知らせがあるだもん。ん、何？おかげさまで住民も順調に増えて、アユナ島もだいぶ賑やかになってきただもん。今後、皆さんのことをより細やかにサポートできるよう、案内所を今の仮設テントから、ちゃんとした建物に建て替えさせていただきます。お、それは自動的に変わるの？ということで、工事のため、明日は一日休業させていただくたらも。タヌポートの利用や落とし物の確認は、ぜひ今日のうちに済ませておいてちょうだいね。それじゃ、今日も良いアユナ暮らしを。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。そっか、案内所が新しくなるのか。どんな感じになるんやろ。綺麗になるんかな。あ、そうそう。とりあえず、新しくやってきた。あ、綺麗え、綺麗、綺麗。ねえ、いいね。あ、でも、なんかこういう家ってさ、こういう場所にあった方が綺麗に見えん？見た目的に。見た目的に。いや、いいけどさ、全然。ここがモニカさん家ってことやんね。じゃーん、この子この子。あ、めっちゃいいね。なんか、夏って感じの女の子やね。え、かわいい。あの、なんか、フィッコーちゃんがね、この、モニカのことがかわいいってめっちゃ言ったんよ。え、すごいかわいい。確かに。バカンスに来ましたって感じやけど。はじめまして、アイナ島に引っ越してきたモニカです。そっか、あんたはアイナちゃんって言うんだ。仲良くしてくれると嬉しいな。まだ部屋片付け中だから、落ち着いたらまた遊びに来て。歓迎するよ、あは。かわいい、おてんば娘って感じや。あは、やって。またちょいちょい追いかけてる？もしかして。違うのか？お？今なんか歌ってなかった？なんでやめたの？え？なに？びっくりした。あのさ、えな。へっくしょい。最悪。顔面に。へへ、誰かがオイラの噂話をしてるみたいだな。その前に謝れよ。こういう時はお前も、へっくしょい。くしゃみを使うといいぞ、でっさい。あ、なるほど、仕草が増えた？てか、風を移そうとしてるね。あ、木陰に座っとった、かわいい。くしゃみなリアクション教えてもらった。くしゅん。これ絶対移されたやつ。ほら。歌いよる。歌詞になっとんかな。めっちゃ可愛いんやけど、なんか。ってことで、どうやろう。新住民が増えたけんさ、島にまた新しいキャラクターは登場するようになっとんかな。え、スマホケースまでリメイクができるの？え、いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。ポケット整頓テクニック。これは、もう足りてないけど。足りてないけど、どういうやつ？収納が増えるとか、より多くのアイテムを持ち歩けるポケット収納のことをご紹介します。あ、なるほど。やっぱそういうことなんや。で、そういうの欲しいね。うん、うん、うん。ポップヘアアレンジベスト8。クールヘアアレンジベスト8。おしゃれヘアカラーベスト8。で、とりあえず、ヘアアレンジしたいかな。いや、今日はもうおしゃれをする回にしよう。よーし、おしゃれするぞー。なんかさ、アイロン台付きのやつがちゃんと売りよったけどさっき。でもこっちの方が可愛いよね。ってことでこっちにしとく。木製の姿見でイメチェンしようかな。イメチェンします。髪、型。あ、だいぶ増えた？多分最初この4つだけやったんよね。あ、ウェービーな感じ。そして、ちょっと、前まで私こんな感じじゃなかった、髪型。これが、後ろから見たらこういう。なるほど、なるほど。で、お下げに、
お、ツインテール。ポニーテールもあるよ。おなじみのポインやって。ポニーテールとかもなかったんやね、今まで。で、これがお団子。ふんふんふん。これが増えたやつ。え、どうしよっかな。これ可愛いなって思うけど。え、でも髪色も別に変えれるんよね。いつでもこういう感じで変えれるのはいい感じな気がする。今私これやろう。お団子にして過ごそっかな。ね、ちょっといい感じじゃない？じゃあちょっとお団子にするわ、私。イエイ、かわいい。帽子かぶったらよくわからんけど。え、でもなんか、ね、垂らした触覚がいい感じじゃない？着替えよっかな。着替えはここにあるのか。あ、こんだけしかない。あ、そっか、外すっていうやつしかできんの。なるほどね。ことはこれで、収納。あれなくね？あれ服？あ、そっか、飾っとんか、私。飾ってたわ。めっちゃ飾ってたわ。ってことで、ちょっとこれを身につけたい。とりあえずちょっと一旦帽子外そう。あ、めっちゃ可愛い。え、これでおろっかな。え、超可愛くない？てか私最初にこの目選んだ時から思いよったんやけど、ちょっとペコちゃん味あるよね。え、可愛い可愛い。これにする。じゃあちょっと帽子戻しとこう。ふぅ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お、工事が。あ、キネヨさんもおる。今、準備中か、あれは。皆さん、たぬきしたらも。ただいま、2020年3月28日、土曜日の午後3時12分なんだもん。昨日もお伝えした通り、本日案内所は工事のため、閉鎖させてもらってるだろもん。今日一日、ご不便をおかけするけど、ご了承くださいなんだもん。それじゃあ、今日は案内所の工事でごたごたしてるから、この辺で失礼させてもらおうだろもん。皆さんは良い一日を。え、なんか工事って結構でかかったけど、そんな？はい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。なになに？そして風が強いことが多いな。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。そちら、あいなさんのご電話でしょうか？買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、3万2000ベルを口座に振り込ませていただきました。あ、そうなんよ。買取ボックスを初めて使ったんよね、昨日の動画外でやけど。え、でもさ、これ振り込ませていただきましたって言っても引き出せんくない今日。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。まあ、別にお金に困らんけどさ。うわ、びっくりした。あ、ごめんね、つついた。つついた。どうした？アイナちゃん、こんにちは。あは。今ね、アイナ島の新人として島の人たちに挨拶回りしてたんだ。未来のスーパーアイドルとしては、そういうとこきちんとしなくちゃね。いやー、大手はしっかりしてる。アイドル系か、モニカは。なるほどね。え、見た目的には姉貴系じゃない？あ、いけない。もう、あたいってば何のためにアイナちゃんを呼んだの？これを渡したかったんだよ。なになに？プレゼント、ありがとう。そのポップコーンマシーン、みんなに使ってもらおうと思って、毎日島から持ってきたんだ。ポップコーンマシーンを、それぞれに。そういうものじゃなくない？でも、どこによっか、島の先輩に任せるのがいいかなと思って。それじゃあお願いね。改めてこれからよろしく。あは。あ、そういうこと？島の中にってこと？家とかじゃなくて。なんか虫狙いよる？おらんよ、そこ。あ、どうも。ちょっと新しい服見せて。あら、皆さん、こんにちは。また寄らせてもらってます。今日はどないしましょう。売り物を見せて。ルーシーがめっちゃ見よる。はいはい。ほな、今日の商品はこちらになります。解禁シャツかわいいかな。迷彩スカート、ペイズリーのバンダナ。作業着。丸メガネもかけたい。ちょ、待って、丸メガネにしよっか、じゃあ。穴開き太一。丸メガネは630ベルですけど、いかがいたしましょう。買っちゃいます。はいはい。どうしよう、迷彩スカート買おうかな。おきに。他にも何か見ていきます？迷彩スカート。1300ベレですけど、いかがいたしましょう。買っちゃう。はいはーい。どうぞ。
ありがとう。あ、工事の音が聞こえてくるね。大きに、他にも何か見ていきます？大丈夫。大きに、また来てくださいね。ってことで、あー、いいいい、めっちゃおしゃれ。で、迷彩スカートどんな感じ？こういう感じ。なるほどね。まあでもジャンパースカートの方がいいな。全体的にこうポップな感じね。あ、でこれ動画外で拾ったんよ。なんか置きっぱなしにしとったら多分なくなるんやろうなと思って。メッセージボトル。これを拾ったラッキーなやつで。風呂の中でぼーっとしてたら DIY の面白いアイデアが頭にぷかーっと浮かんできてな。せっかくだからこの瓶を拾ったおめえに作り方を教えてやるよ。他のやつには内緒だぞ。匠の技を持つダンベルより。お、ダンベル。仮面？この DIY レシピはもう知ってるや。ポップコーンマシーンを私は広場周辺に置こうと思う。ポップコーンマシーン。あ、いいね。あ、めっちゃいいね。お、アンチョビじゃねえか。やっほー、アンチョビだよ、弟子。話しに来たよ。今日もあなたは平和だね、弟子。あれよね、動物たち同士の会話みたいなの見たいんやけど、あるんかな？あ、そうそう。で、段ボールちょっと回収しておいて。はい、何でしょうか。やっほー、アイナくんです。僕のお家にご挨拶に来てくれて、どうもありがとうね。さっき言えばよかったんじゃないかい？お引越ししてきたその日に素敵なお友達ができて、とってもとっても嬉しかったよ。それでね、あのね、今日は君にプレゼントを持ってきたんだ。お友達の印だよ。なになに？ありがとう。今日はみんなから贈り物をされる日や。そのドラはね、実は僕が作ったんだ。上手にできて僕もびっくりしちゃった。ドラ？楽器？よかったら君のお気に入りの場所に置いてみてね。楽器のやつかな？これから僕ともっともっと仲良しになってほしいな。よろしくお願いします、弟子。一応一旦どういうものなんかを見るために置こう。え、多分そうやと思うんやけど。え？待って、わからない。どういうもの？てか、どういう方向？あー、なるほどね。いらねえ。あ、花カマキリや、花カマキリ。ちょっと待って、あれも寄贈しよう。このさ、グラフィックが綺麗になったのはいいんやけど、綺麗になった分、虫のリアルさが増しているという、秘宝。よし。イエーイ、これは、花カマキリを捕まえた、花で待ち受けるハンター。切れ、おっと。あ、網が、網が壊れたよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。めっちゃ雨や。お、あ、すごい綺麗。え、地面まで？広場ごと？案内所、案内所どころじゃなくない？え、てか、案内所位置変わってない？工事中、工事中もっと右側に寄ってなかったっけ？何？大幅に移動した。皆さん、たぬきさんも、ただいま2020年3月29日、日曜日の午前9時34分なんだもん。さてさて、もう皆さんお分かりかもしれないけど、本日は大事なお知らせがあります。放送でお伝えしていた通り、本日無事に新しいアイナ島案内所が完成しました。案内所、まあ、なんか、あれやね、役所的な感じ。そして、ビッグニュースがもう一つ、案内所に新しい仲間がやってきました。どうぞ、こちらへ。ん？はぁ、しずえさん！かわいい！はじめまして、しずえと申します。この度、このアイナ島の案内所のスタッフになりました。まだわからないことも多いですが、島の皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。しずえさんはこれまでにも住民サポートの仕事をしたことがあるから、きっと力になってくれるはずなんだもん。かわいい。それからもう一つ。ご覧の通り、案内所の完成に合わせて、この広場も綺麗に作り変えたんだもん。今までも住民や行商の皆さんに自由に使っていただいてはいたけれど、今後は四季折々の行事なんかも開催させてもらうつもりだから、お楽しみに。ということで、本日のお知らせは以上になりますが、本日をもちまして、僕はこの島内放送を卒業させていただくことになりました。あ、静江さんに引き継がれるってことか。そして明日からは、こちらの静江さんによる新しい島内放送がスタートするだなも。明日から精一杯頑張りますので、ぜひ耳を傾けてくださいね。それはそれでなんかちょっと寂しい感じが。え、でもたぬきちゃんはこの島にはおるんよね。
というわけで、新しい建物に新しいスタッフも加わって、もっともっとこの島を盛り上げていくだもん。てかもうここだけ見たらめちゃくちゃ都会なんやけど。これから案内所が提供する新しいサービスに興味がある方は、ぜひとも足を運んでちょうだいね。もちろん案内所の完成を記念したセレモニーも開かせてもらうから、こちらもご参加お待ちしてるだろうもん。それじゃ、しずえさんと二人でいつでもお待ちしてるだろうもん。なんかしずえさんと並んでおるのちょっと不思議な感じするね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、なんだ手紙が。お、ハッピーホームアカデミー、アイナさんのお部屋は 11,688 ポイント。お、ランク A になった、やったね、おめでとうございます。今回お家の評価1万点を達成されましたので記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー、やった。で、なんかもう一つ、たぬき開発案内所からのお知らせです。案内所が完成した記念に新しいマイル交換アイテムをたくさん追加しました。おー、またマイレージプラスではマイル5倍チャンスのサービスもスタートします。これからもよろしくお願いいたします。記念のプレゼントも同封します。やったね。なんかアンチョビがめっちゃ、え、ね、なんかカッパ着てない？え、超可愛いんやけど、何あれ、カバン持っとる？なんかめっちゃ可愛いんやけど、何あの幼稚園児みたいな感じ。さあ、それじゃあちょっと、プレゼントを。アカデミーのペナント。あ、なるほどね。で、こっちは？あ、マイル旅行券、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとう、やったね。え、てかあれなんや、傘さす。わけではないの。あれ前回さ、雨の時みんな傘差してなかった？なんかカッパ着とんやけど。なぜ？なんかカッパ着てるよ。ねえ、キネヨさん。あら、アイナさん、ちょうどいいところに。今日はアイナさんに相談事があるんですけど、少しお話しさせてもらってもいいかしら。なんでしょう。ありがとうございます。相談っていうのはうちらが出そうと思ってるお店の場所のことなんです。おかげさまでうちが行商に来るのを楽しみに待ってくれてるお客さんがだいぶ増えてきたんですよ。それでそろそろ本格的にお店を構えようかってお姉ちゃんとも話してたんです。それで今日はとりあえず、たぬきちさんに相談してみようと思ってさっき会ってきたんですけど。なんでもたぬき商店を作った時の資材が思ったより余っていて、場所さえ決まればすぐにでも工事に入れるとかで。お店の場所のことは島の代表のアイナさんに相談したらいい場所を見つけてくれるはず。ってことだったので、ここで行商しながらアイナさんが通りかかるのを待たせてもらったんです。マジで？なんや、知らないところで話を進めてしまったみたいで。申し訳ない気もするんですけど、たぬきちさんが信頼してる人がお店の場所を決めてくれはるんやったら、うちもお姉ちゃんも安心ですし、アイナさんさえ良ければ、うちの代わりにお店の良しそうな場所を見つけてきてもらえないでしょうか。いいよ。ほんまですか？助かります。ほな、この下手屋の工事看板、お渡ししときますね。了解です。アイナさんがいいと思う場所に看板を立ってくれたら、そこにお店を立ってもらえますので。ふんふん。ふん、売れちゃうんじゃね、あれ。ちょっと待って、このあたり、どう？下手屋の工事看板。どうかな？え、位置的に。もうちょっと後ろ？想像してみる、とりあえず。まあまあまあ、じゃあこれで。オッケー。あー、うん、オッケーやね。なんか柵とかしてもらったらわかりやすい位置が。下手屋さんの場所を決めた。おしゃれの波が来る予感。なんか今私資材を置いていた。じゃ、うりちゃんまた後で。後でお話を。先に。あ、置いたよ。アイナさん、お店の場所決めてくれたんやね。ほんまおおきに。お店が完成したら、うちやお姉ちゃんともどもよろしくお願いします。あ、みんな来るんやね。了解。おー。アイナさん、どうもどうも。ご覧の通り、立派な案内所が完成してたなもん。それもこれも、アイナさんをはじめとする住民の皆さんのおかげなんだもん。で、放送でも紹介したけど、こちら。今回新しい案内所のオープンに合わせて、より良いサービスを提供できるように、こちらのしずえさんをお迎えしてたなもん。あなたがアイナさんですね。たぬきちさんよりお名前を伺っております。まだ今日から着任したばかりで、今は仕事を覚えることがいっぱいいっぱいなんですが、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたしますね。しずえさんはいつもめちゃくちゃ働き者だな。とにかくそういうことで、今後は僕としずえさんの二人で役割を分担してサポートしていくだろう。ざっくり言うと、僕がお家や建築関係で、しずえさんが住民や暮らしに関わる相談担当なんだけど、相談を希望する方のカウンターの前の椅子に腰掛けてお待ちいただいたら、すぐに対応させてもらうだろう。新しいサービスのことなんかも、それぞれにカウンターで直接紹介させてもらうからね。
どちらにしても、アイラさんには他にもお願いしたいことがあるから、また都合の良いタイミングで僕のカウンターまで来てちょうだい。それじゃ、進化した案内所とアイラ島を末永くよろしくだなも。まあ、要は、ハッピーホームアカデミーの時と同じようなことをここでタヌキチはしよるってことよね。ダンボールありすぎじゃない？まあ、売らせてもらう気にいいけどもさ。座りたい。はいはい。改めまして。こちら、建築相談カウンターだなも。初めてのご利用の前に、こちらのカウンターのサービスについて、簡単にご説明しておくだなも。こちらでは従来のご相談に加えて、新しく、島のインフラ整備のご相談を受けたまわるだなも。インフラ整備っていうのは、島の様々な生活基盤を整えて、住みやすい環境を作ることなんだけど、僕が相談に乗れるのは、橋や坂を作ったり、建物の場所を移したりして、島全体を整備することなんだも。建物の場所変えれるん？マジで？とはいえ、これは移住パッケージとは別のオプションプランだから費用は実費。現金でお支払いいただく必要があるけどね。という感じなんだけど、どうだのも？今は何かご相談はあるだのも？お願いって何？お、僕のお願いの件、早速聞いてくれるんだもんね。いやね、こうして立派な案内所を建てて、おまけにイベントなんかもできちゃう、綺麗な広場も作ったじゃない？噴水が欲しいな。最初は何もない無人島だったこの島が、立派な集落になったことを記念して、何かでっかいことをやりたいなって思ったわけなんだよね。なんか目がでかくなった。それで僕ね、とある大きな目標を思いついちゃったんだもん。え、それはお金がかかることでしょうか？どんなの？お、興味津々だもんね。それはなんと、人気アーティストのトタキケさんを呼んで、このアイラ島でライブを開催することなんだもん。アイラさんもトタキケさんのこと、もちろん知ってるよね。もちろん知ってるよ。だよね、だよね。ちなみに僕のカラオケのお箱は、ケケ演歌なんだけどね。そうなんや。ごめんごめん。トタキキさんのことになるとつい夢中になっちゃって、ファンなんや、タヌキチ。とにかく、このアイラ島でトタキキさんのライブを実現できれば、この島の知名度も確固たるものになるはず。今までも島の発展のためにいろんな活動をしてきたけれど、これは集大成とも言える一大プロジェクトだなも。アイラさんにもぜひ協力してもらいたいから、詳しいことはまた何をすればいいって僕に聞きに来てちょうだいね。なるほど。こちらは建築相談カウンターだも。どういったご用件だなも。とりあえずセレモニーしよう。お、アイラさん。セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今ならちょうどこの案内所の完成セレモニーを行えるけどどうだろうもん。参加してくれるかな。参加します、もちろん。てかそのために来たよ。後ろのちっこい扇風機がかわいい。はいはい。じゃ、早速始めるから会場にご案内します。目の前やろ。みんな雨の中。え、てかみんなカッパ着とる。かわいい。めっちゃかわいい。傘じゃないのね。それでは、ただいまより、案内所の完成セレモニーを取り行います。アンチョビの幼稚園時間は半端なくない？ありがとうだなも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイラ島は素晴らしい発展を遂げているだなも。ずっとしょぼいテントでやってきた案内所も、こんなに立派になっただなも。改めて今まで協力してくれたこの島のみんなにお礼を言うだなも。このさ、案内所の目の前に噴水欲しいよね。それから新しくなった案内所を一緒に運営してくれる心強い仲間が島に来てくれただもん。噴水とその周りに花。しずえさん、島のみんなに一言挨拶をお願いするだもん。アイラ島の皆さん、ご紹介に預かりましたしずえと申します。まだこの島に来てばかりでわからないことだらけですが、皆さんのお役に立てるよう精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。イエーイ。しずえさん、どうもありがとうだなも。次に案内所の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだなも。あっぱれ。いいね、いいね。本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだも。ハンナちゃんのあの帽子おしゃれじゃない？みんなそれぞれ色があっていいね。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。案内所完成のお祝いと、僕らのアイラ島のますますの発展を願いまして。よー。パーン。いいね。くるぶし正面からじゃ目が見えない。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。
ほいということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほいということで、今回もやっていきたいと思います。さあやっていきますか。とりあえずあのタヌキッチに、あ、うりちゃんかわいい、鼻水垂れてるけどこんにちは、オラの名前はうり。ばっちゃんが育った美味しいカブの売り歩きを手伝ってんだ。人が住み始めたと聞きつけて、このアイナ島にも来てみたんだけど、これから毎週日曜日の午前中にカブを売りに来るって決めたから、どうぞごひいきにしてくんろ。ところでお客さん、カブの説明聞きなさる？聞かせて。じゃああれか、じゃあ村の方はカブリボばあさんが担当で、島はうりちゃんってことかな。ばっちゃんが大事に育ったカブはね、新鮮なうちに食べるのが一番うめえに決まってんだけど、食べるために買う人よりもお金儲けのために買う人の方がずっと多くて、ほらびっくりしてるだに。もっと聞きなさる？聞かせて。馬菊さんたちのお店があるでしょ？あそこで株を買い取ってくれるんだけど、株の値段は日によって違うから、俺から買った値段より高い時に売ればその分儲かるし、逆に安い時に売ると損しちゃうってことになるだに。まだ聞きなさる？聞かせて。その角度でよく落ちないな株さて、ここからが一番大事なとこなんだけど、この株は1週間経つと腐ってダメになってしまうんだに。オラは毎週日曜日に株を売りに来るから、遅くても土曜日のうちに売らないとすっかり腐ってしまって大損するから、くれぐれも気をつけてくんろ。長くなったけど株の説明はこれでおしまいだに。ほんで今日は1株108ベルだけど、早速買ってみなさる？結構高いね結構高いっすね。まあ、買います。そんじゃいくつ買いなさる？1株108ベルだけど、10株単位で売ってるんだに。じゃあとりあえず10株単位か。20ぐらい買っとこう。20株ってことは全部で2160ベルだけど、それでいいだに。買っちゃいます。にゃはは、毎度あり。ありがとう、うりちゃん。かわいいよ。鼻水が気になる。株、上がるといいね。あ、すごい、なんか、めっちゃまったりしよるやん。てか、この間のあのお金を引き出したら、あれじゃない？もう、ローン払えるんやないん。多分。ちょ、待って。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。タヌキマイレージプログラム運営からのお詫び。昨日は案内所の工事により、終日タヌポートをご利用いただけなかったこと、心よりお詫びいたします。本日アクセスいただいたお客様には、お詫びとして500マイルを付与させていただきます。おー、やったー、ありがたい。また、これまでのアクセス状況に関わらず、明日の時点の連続アクセス日数を7日以上とさせていただきます。今後ともタヌポート並びに、タヌキマイレージプログラムをよろしくお願い申し上げます。嬉しい。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ATM。なんぼ必要なんやったっけ？ローン残高9万8000ベルか。ってことは、足りない？預金残高が3万2000ベル。あ、足りないな。足りてないな。あとちょっとやない、でも。オッケー。じゃあちょっとタヌキチの話を聞きましょうか。なるほどね。二人とも仕事中以外は、まああれも仕事中なんかもしれんけど。奥で座っとんやね。アイナさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？何をすればいい？インフラ整備の相談？何をすればいいでいいんかな？お、僕のトタキライブ計画、ゴールジャクト K の詳細を聞いてくれるんだもんね。あのね、この計画は大きく分けると3段階になってるんだもん。まずは島に来るお客さんを増やす。次にそこから移住者を増やす。そして島の評判をうんと高める。島に来るお客さんとかあるんか。そうやってお客さんも住民も増やしつつ、みんなに愛されるアイナ島になれば、この島の評判がトタケケさんにも届いて、ライブのオファーを受けてもらえるはず。ということで、まずはお客さんを増やすため、島にキャンプサイトを作ります。キャンプサイトがあれば、手軽にこのアイナ島での暮らしを体験してもらえて、いい宣伝になるんだなもん。あ、これは要は、あの村の時と同じキャンプ場ができるってことか。あの、定期的に、キャンプしにやってきよった動物たちみたいな。それでアイナさん、ちょっとスマホ出してくれる？あの、パニーさんとは別のところ。何？オッケー。アイナさんにキャンプサイト工事キットのレシピを送ったんだもん。そういうことか。それを作って、どこかキャンプするのにいい感じのロケーションを探して、場所を決めてきてほしいだもん。それじゃ、よろしく。
了解です。ってことは、どうしよっかな。どの辺がいいかな。あ、紙袋持ち歩きやね、アンチョビ。わーい、元気いいでし。お話ししよう。今日も僕は元気いっぱいだよ。ぐー、お腹が。お腹の虫さんも元気いっぱいだでし。かわいい。どうも。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、よ。おしゃべりして。今日みたいな日はお母さんが作るいなり寿司を思い出しちゃって、懐かしい気分になっちゃいますよ。どういうこと？こういう雨の日はってこと？とりあえず、あ、DIY、DIY。作れるかしら。DIY で何か作ろうかな。作ります。キャンプサイト工事キットを。はい、これを。キャンプサイト工事キットができた。よし、じゃあこれで、さーっと設置しに行きますか。どうすかね。想像してみる。あ、よさげじゃない？海も近いしさ。で、この左側とかでなんか焚き火とかキャンプファイヤーみたいなの置いたら。オッケー。まぁ、ちょっと住宅街とかお店とかに遊びに来る場合は、棒で飛んできてくださいね、的な。キャンプサイトの場所を決めた。いろんな人が来てくれますように。さ、これで定期的に、新しい住人を増やしていける可能性があるということだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。おお、しずえさんになった。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーの時刻は2020年3月30日、月曜日の午後4時12分です。では、本日のお知らせです。ちゃんとなんか室内からなんやね。本日、アイナ島に新しくキャンプサイトがオープンしました。おー、やった。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトは、アイナ島にぴったりですよね。きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いをお楽しみください。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は、案内所でさぬきちさんにご依頼くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。了解です。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあやっていきますか。とりあえず、セレモニーしよう、セレモニー。この子。え、あの、レックスとかいうやつじゃないん。新しいキャラクター。君はこの島の住民かな？俺の名はレックス。男の子なんやね。私、あの、ハンナちゃんみたいな感じの女の子かと思いやった。あらゆる虫と虫の関節を愛してやまない、リアル接触系アーティストだ。アーティスト。まあまあまあ、そういう感じやね。関節？あまたの島々を渡り歩きながら、造形作品のモチーフとするにふさわしい、運命の虫を探しているのさ。足の構造、外骨格の造形、まさに空が作りたもうた奇跡。他にあるというのか？虫を上回る素晴らしきものが。怖い怖い。いな、ない。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか？自慢じゃないけど俺、虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら、声をかけてくれ。作品って？あ、興味ある？聞いてくれるのか。生まれながらにして完璧な虫のフォルムは、まさに空が作りたもうた奇跡。もういいよ、それ。俺はこの虫の美しさを世の中に広く伝える使命を持って、造形作品制作活動をしてるんだ。造形作品って何？怖いんだけど何？虫の羽ちぎったりとか？まあわかりやすく言うと、虫の模型を作ってるんだけど、ああ、生きた虫が好きなわけではないのね、別に。みんなにもこの奇跡を感じてほしいから、制作は基本無料でやらせてもらってる。虫さえ持ってきてくれたら受け付けてるよ。あ、じゃあ、模型にして虫を飾ることができるっていうことか。なるほどね。もし作品にしてほしい虫があるなら、同じ虫を3匹連れてきてくれ。なるほど。俺は祈っている。君が運命の虫と出会えるように。蝶々がいいな、模型にするなら。てかあれやね、一瞬虫取り大会でもあるんかと思ったけど、そういう時以外にも普通に来るんや。でも見て、網のさ、ちょ、見えないんですけど、網のさ、部分にさ、これトゲ生えとる。ほら。へえ、おもし、何しよんあれ。
ね、なんかめっちゃ走りようやけど。何しようあれ。めっちゃ可愛くない？超走り回りよりよ。ね、何やってんの？はい、元気？あは。お話ししよう。あれやね、飛び盛りの時に比べてなんかこう、動きとかもめっちゃ増えたね、動物たちの。はぁ、さっきかなり歩いたし、もうお腹の中のあんみつは完全に消化されてるよね。あは、そのための運動？アンチョビは？いや、こんにちは、弟子。もう動きが可愛いんやけど、あられちゃんのキーンみたいな。世間話でも。アイラ島ってお散歩で一回りするとお腹が空くちょうどいい大きさだよね、弟子。そうなの？ちょうどいいっていうか結構広いと思うけどね。アイナさん、どうもどうも。おかげさまでとってもいい感じのキャンプサイトが完成したなも。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際にお客さんも来てくれるはずなんだもん。お客さんが来ている日にはキャンプサイトにテントが張られるから、アイナさんも気にしといてね。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業を始められなかったけど、キャンプに来たお客さんにこの島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間、草むしりとか花や家具を飾り付けたりして、島の景観を整えてくれると嬉しいだもん。まあね、今までみたいにこう、家の中で外を表現せんでも、実際に外にいろいろ飾れるってことやもんね。めっちゃいいやん。さあ、セレモニーさせて。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらもん？セレモニーに参加したい。お、アイナさん。セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今ならキャンプサイトのオープンをお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだらもん？参加してくれるかな？もちろん参加します。はいはい。じゃあ、早速始めるから、会場にご案内します。あれってか、あれか。案内所の中に、なんやっけ、DIY の、なんていうのあれ。作れる場所なくなったことない。作業台か。ただいまより、キャンプサイトの完成セレモニーを取り行います。もう自分とこれだけやってねってことかな。ありがったらも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだろうも。キャンプサイトができたことによって、アイナ島は世間からより注目されることになると思うだも。お客さんと仲良くなれば、移住を考えてくれることもあるだろうし、島が賑やかになること間違いなしだろうも。みんなもキャンプサイトに足を運んで、お客さんとどんどん交流してほしいだろうも。イエーイ。かわいい子を呼びたい。次に、キャンプサイトの建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。やったね。イエーイ。あそこ、静江さんも参加するようになったよね。うん、本当にその通りだろも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。手前の木が邪魔だな。キャンプサイト完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。パーン。良きかな。景色も良きかな。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。相変わらず走り回って遊んでるのね。さあ、レックス、レックス。おった。よ。所詮俺たちには虫のすべてを知ることなんてできないのさ。なぜなら虫たちはこの世界をはるかに高次元の意識で捉えているのだから。あ、すまない。どう？虫は見つかった？はい、作品を申し込みます。ごくり。なるほど、書くこと準備はできてるみたいだね。では教えてくれ、どの虫の作品を手に入れたいのかを。はい、モンキチョウ。おお、モンキチョウ、これは燃える。作品作りのために3匹もらうけどいいか？お願いします。はい、ごくり。くくく、わかる、わかるぞ。俺の魂は今喜びの青い炎に包まれて燃え上がっている。作品が生まれたら郵送するよ。モンキチョウの奇跡、楽しみに待っていてくれ。あ、郵送とかそういう感じなんや。この場で渡してくれるんかと思った。その場でできるわけではないんやね。なるほどなるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。